フランシス・ベンジャミン・ジョンストンはアメリカ写真誌の初期に活躍した女性で半世紀近くにわたって写真家として各地を回り作品を残した。セルフポートレートやアメリカ南部の建築写真、黒人やネイティブアメリカンを撮影した写真が有名である。フランシス・ベンジャミン・ジョンソンはウエストバージニア州グラフトンに生まれた。両親はワシントン DC でなし人脈も 豊かだったが、フランシス以外の子はみな早くに亡くなった。母のフランシス・アントワネット・ベンジャミンは、ニューヨーク州ロチェスターの出身で、父のアンダーソンド・ドニファン・ジョンストンは、ケンタッキー州、メーズビルの人間である。ジョンストン夫妻がワシントンに移ってきたのは、南北戦争が起こった直後だった。母のフランシスは、議会付けの特派員として、ジャーナリズムの道を歩み、国政に関して、 記事を書いた最初の女性の一人とされている。彼女はボルチモア産氏にイオネの筆名で演劇批評も寄稿していた。若きフランシス・ジョンストンはワシントン DC で育ち教育に関しては家庭教師をつけられた。1883年にメリーランドノートルダム女子高等学校を卒業している。その後パリのアカデミー・ジュリアンと ワシントンアートスチューデントリーグで美術を学んだ。当時から独立信用制で意志の強い女性であった、ジョンストーンは自身の創造性を表現する手段に写真を選ぶ。前から雑誌に文章を書いて寄稿していた。彼女が最初に使ったカメラは家族で親しく付き合いのあったジョージ・イーストマンにもらったものである。イーストマンは実業家でもあり、それまでより軽量のカメラである。 イーストマンコダックや新しい写真撮影の仕組みを発明した人物である。撮影そのものや暗室の使い方に関する技術はスミソニアン博物館の写真部門のトップであったトーマス・スマイリーから訓導を受けた。自転車に手をかけ、付けひげをして堂々と立つ男装のジョンストン友人や家族、地元の人々を撮影するだけでなく、1890年代には、 フリーランスの写真家としてヨーロッパを回った。この地でもスマイリーとのコネクションが生きたので有名な写真家の元を訪れ博物館のコレクションの候補となる品を集めることができた。アメリカに帰国するとワシントン DC に新しく設立されたイーストマンコダック社に勤めフィルムを現像したりカメラの修理が必要な顧客に助言をしたりとこの会社で さらに実践的な経験を積んだ。1894年、ワシントン DC の V ストリート13番地と14番地の間に自分のフォトスタジオを開く。彼女は当時この街で唯一の女性の写真家であった。スーザン・ B ・アンソニー、マーク・トウェイン、ブッカー・ T ・ワシントンなど、彼女が撮影した肖像写真が残っている有名人は多い。社交界にも顔が利き、 雑誌からセレブリティの写真を注文されることもあった。例えば、アリス・ルーズベルトの結婚式の時の写真などもそうで、ある。そのため彼女はアメリカの宮廷写真家ともあだなされた。オリンピア号の看板に立つジョージ・リューイ、おもちゃのポニーで遊ぶセオドア・ルーズベルトの写真も撮影している。家族がワシントン DC の上流階級と縁の深か,かったので、ジョンストーンは 正解でも顔が広く、自分なりの人脈を築いていた。ホワイトハウスからは、公式な写真家に任命され、ハリソン、クリーブランド、マッキンリー、ルーズベルト、タフトという歴代大統領の肖像写真を手掛けている。またパリでは、文学サロンの主催者として、有名なナタリー・バーネーの写真も撮影している。ジョンストンの作品として、最も有名なのは、 記事の冒頭に掲載した自由な新しい女としてのセルフポートレートだろう。この写真のジョンストーンはペチコート姿でタバコとビールジョッキを手にしている。彼女は比較的新しい芸術である写真における女性が果たすべき役割を考えた人でもあった。1897年のレディースホームジャーナルには彼女のエッセイ、女性はカメラで 何ができるかが掲載されている。1900年のパリ万国博覧会では、ザイダ・ベン・ユースフと共に28人の女性作家の写真展を監修している。この写真展は、そのゴロシア帝国のサンクト・ペテルブルクとモスクワ、ワシントン DC でも開催された。30代になったジョンストンは、世界各地を回って、幅広いテーマの記録写真や芸術的な写真を撮影した。 例えば、炭鉱夫や、鉄工夫、ニューイングランドの織物工場で働く女性、船に乗るタトゥーの水夫の写真が残っているし、その他に、付き合いのある人から頼まれた写真もあった。イギリスでは、母の友人であった、舞台女優のメアリー・アンダーソンの写真も撮っている。自分のスタジオで佇むジョンストン1899年には、バージニア州ハンプトンにあった。 ハンプトン市販農業学校の成功を記録するため、ホリスバーク・フリッセルから校舎と学生の撮影を依頼されている。この仕事は彼女の評価をますます高めた。学校の日常生活を記録した一連の写真は、彼女の作品の中でも特に印象の強い作品と言われており、1900年のパリ万博内のアメリカの黒人展に出品されている。ジョンストンは、 世界中の祭りや平和条約の調印にも立ち会い、写真を撮影している。1901年のパンアメリカン博覧会では暗殺される直前の大統領ウィリアム・マッキンリーの最後の写真も撮っている。彼女のパートナーはフリーランスの邸宅、庭園写真家である女性のマッティ・エドワーズ・ヒュイットだった。1913年には共同でニューヨークにスタジオを構えている。 この頃に母とおばもフランシスの新しいアパートメントに呼び寄せている。クリフハウスが描かれた背景幕の前に立つフランシス・ベンジャミン・ジョンストンとマッティー・エドワーズ・ヒューイット・ヒューイットが交際中のジョンストンに送ったラブレターはベティーナ・バーチのザ・ウーマン・ビハインド・ザ・レンズにまとめられている。最初の頃の手紙に書かれているのはジョンストンの作品に対する賛辞がほとんどだが、 二人の関係が発展するにつれて、そこには愛の言葉が溢れていった。私があなたを必要だったり、あなたが私を必要な時は、ぎゅっとお互いを抱きしめ合わなければダメ。手と手を重ねて、強く握って。ジョンストンはニューヨーク大学で女性向けの仕事論の講座も持っていた。1920年代の初めに、彼女の母親が亡くなった。 1920年頃からジョンストーンは建築写真にのめり込んでいく。ニューヨークは再開発の煽りで変貌を遂げつつあり、そのままでは荒廃したり、失われてしまう建物や庭園を記録に残したいと考えたのである。彼女は建築に活動の軸足を移しながら、特にアメリカ南部の建築物に興味を持つようになった。自分の芸術を通じて、 同時代におけるアメリカ南部の日常を保存するため、小屋や宿場などありふれた建物を写真に残した。彼女は南部の豪邸や大農園を撮影することには関心がなく、むしろそんな国において普通の南部人の日常生活を映し出していながら、急速に失われ荒廃しつつあった建物を記録に残そうとしたのである。ジョンストンの写真は現代においてもなお建築家や 歴史研究者、自然保護活動家にとっての貴重な資料である。1928年には、バージニア州フレデリックスバーグで朽ちていく、富裕層の邸宅から貧しい人たちの小屋まで247点の作品を撮影した写真の展示会を開催した。この展示会は、ピクトリアルサーベイ、オールド・フレデリックスバーグ、バージニア、オールド・ファルムース・アンド・ニア・バイ・プレイセズと名付けられ、 植民地時代から1830年頃までのこの地域の建築物を記録した作品国や昔ながらのバージニアの街の雰囲気を記録し保存した資料とも形容された。この展示会が好評だったためバージニア大学からは学者の記録を依頼されたノースカロライナ州からも州内の建築史を保存するための写真の発注を受けた。ルイジアナ州では 急速に荒廃しつつあった無数のプランテーションの記録を依頼されている。ニューヨークカーネギー財団からは1933年に補助金を交付されてバージニア州でも初期の建築物を撮影した。この仕事が知られるようになり南部の8州からも次々に補助金を交付されて同じように歴史的な建築物の写真を撮影した。 一連のプロジェクトの成果を普通の人でも閲覧できるよう、その写真の複製が議会図書館に収められた。1935年12月、ジョンストーンは植民地時代のバージニア州の歴史的建造物を滑車する1年がかりのプロジェクトを指導する。この1年というのは当初の予定で、結局このプロジェクトは完成までに8年を要した。彼女は、 バージニア州にある95の軍を回り、移動距離は5万キロメートルにも及んだ。アルカディア、落ち葉でさえも陽気な場所と題された、ジョンストンの自宅の写真ジョンストンは古くいたんだ。建物を写真として保存した仕事を称え、アメリカ建築家協会の名誉会員に選ばれた。彼女の作品は、メトロポリタン美術館、バージニア美術館、ボルチモア美術館などの団体が購入している。 第二次世界大戦の影響でガソリンが配給制になったことで彼女の絶え間ない旅にも制約が加わったがそれでもジョンストンはあぐむことなく写真を撮り続けた1940年にはニューオーリンズのフレンチクオーターに家を買い1945年にはここで写真家を引退したジョンストンは1952年にニューオーリンズで亡くなった 88歳だった。ありがとうございます。